心と体の健康づくりを推進しようと、久留米市でウォーキングイベントが開かれています。久留米市ふるさと名誉大使の俳優田中玲奈さんも応援に駆けつけました。27回目を迎えた久留米つつじマーチ。コースは距離別で5つ用意され、今年は3000人を超える申し込みがありました。初日の今日は久留米市ふるさと名誉大使の俳優田中玲奈さんも応援に駆けつけました。ツツジを見たり緑を見たり久留米の街を感じながら皆さんウォーキング、頑張ってください。孫と一緒に歩こうかなと思って観歩できるように頑張ります。ツツジ見れるのが楽しみです。イベントは明日も開催されます。